どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽楽しめちゃいますよということで、日々簡単ウクレレレッスン動画公開しております。今日も張り切ってやっていきましょう。さあ、本日は今歌いたいこの曲をお届け、ドン、さよならの向こう側。山口百恵さんの出会いと別れの今のこの時期に歌いたい曲でございます。もう熱唱したい。もう熱唱、もう気持ちがいいというか、もうすごい突き抜けてるこの曲は、もう本当にですね、名曲でございます。思いっきりやっていきましょう。この名曲ですから、もちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去に一回ね、レッスンの方取り上げてます。2018年のね、1月なんでね、もう8、9、10、11、12、13、14でしょ。だからもう7年ぐらい前です。今見ると、ちょっともうちょっとね、もう一押し。いろんなところちょっとね、詳しくこう行きたいなということで、さらにわかりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって、2024年改訂版でやっていこうと思います。これは楽しいですよ、今回も。はい。今日はですね、G ラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレ使って、レッスンスタートしていこうと思います。この初めてウクレレは Amazon で即ゲットできるようになってますね。ぜひ Amazon で初めてウクレレ検索してみてください。はい、この本が予約開始になってます。ガズのね、めちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本、これ学部の本じゃないんですよ。めちゃくちゃいい言葉が詰まった、ぜひ皆さんに読んでいただきたいね、最高の本。4月の26日に主婦の友社から発売が予定されてるんですけど、ただいま予約が受付開始になってます。概要欄に貼っとくんで、ぜひちょっとね、覗いてみてください。よろしくお願いします。さあ、レッスン始めていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンなんですけれども、これがまた奥が深いのは歌ですからね。歌がもうね、たまりません。じっくり聞き込んでやっていってください。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはですね、ちょっとね、リズムとかこだわりポイントたくさん入ってきますんで、濃厚にやっております。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ、まずは皆さん音楽をまずは始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生大好きな曲、自分の手でね、こう生み出せるようになりますからね。ぜひ音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあ、早速レッスン入っていきましょう。さよならの向こう側、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみる。さよならの代わりに、さよならの代わりに。
内桃江さんのさよならの向こう側ガゼレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。めちゃくちゃいいですね。はい、シンプル簡単バージョンで演奏は簡単にはしてますけれども、やっぱ歌はですね、あの一筋なではいかないというか、このねすごい音程が高いところから低いところまでこうすごく出るんですね。なんでこれはね簡単ではないですけども、ぜひ気持ちがいいんでね、あの何回も何回も練習してものにしていってください。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンで今回ね、あのイントロ前奏もつけましたね。はい、これもね前回の2018年バージョンではイントロ入ってなかったんで、今回それが結構なポイントになってると思うんですけど、1番をですね全部やって最後ね、さよならの代わりに、さよならの代わりにこう最後繰り返して終わったというガゼレレオリジナルの1番だけショートカットバージョンですけど、結構ボリュームありますよ。内容盛りだくさん。はい、まずはここだけやってみてください。いずれフルコーラスやりたいなという方、これを基本にしてコードを書いて2番の歌詞を書き加えていくとフルコーラスできますんで、まずはこのガズレレバージョンで練習していただければというふうに思います。ガズレレ動画には歌詞とコードが出てますんで、それを見ながらウクレレで練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としてはガンさんの簡単バージョン、シンプル簡単バージョンの演奏と一緒にできたらもうこれは素晴らしいと思います。そこまでね一生懸命練習して楽しんでやってみてください。一緒にできるようになったよという方、おめでとうございます。じゃあ次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはやっぱりちょっと大変でしょうから、まずはね楽譜練習がいいと思うんですね。楽譜を見ながら何回も何回も何回も練習していって、自分の中に落とし込んで覚えてしまって、最後は夕日に向かって大切な人に向かって歌う、こういうのが素敵だなと思うんですけれども、でも楽譜って言うけどどこにあんのよというふうに思うかもしれません。安心してください。今のガズさんの演奏は、はい、40冊目に突入したこのガズレレ手書きノートで、書いた、これを見ながら今演奏していきました。はい、さよならの向こう、はい、これもうちょっとしたらカメラにこんな風に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービスガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが山で手書きで書きまくってきた膨大な山のようなね楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。さよならの向こう側、山口百恵さんの名曲でございます。2024年改訂版。じゃあ楽譜見ていきましょう。このイントロのところはちょっと見てもらうと分かると思うんですけど、まあ4ブロックやって、ここ見てください。2拍ってやつが結構今日2箇所ぐらい出てきます。ここと、ここここかな、この2拍だ。そう、ここですね。これ1ブロック本当は4回弾くってことになってますけど、2拍って書いてあるときは1、2ですね。ここも同じように1、2やって、こんな感じになってます。はい。で、こういうふうに、囲ってあって、ここは2拍でしょ。で、ここ、G、AUG、オーギメントっていうコード、かっこいいバージョンで使います。下にこういうふうにコードが、これもそうだ。これもここも下にコード変わってる。下に変わってるコードは、下はかっこいいバージョンでこのコード。上は、
シンプル簡単バージョンというふうに、そんなふうな、コード表の、コード表で楽譜の読み方になってますね。そこ注意です。で、2拍注意ね。今もちょっと見てもらったらわかると思うんですけど、ここら辺がキーポイントになってます。はい、こんなふうに写しておくので、一時停止してノートなどに書いていただければというふうに思いますが、なかなか今日見てもらうとわかるギチギチですよ。今日はもうすごいことになってます。そして、このね、今ちょっと紹介させてもらったガズクラブで、この今写ってる手書きノートをデジタルデータでお手元にダウンロードしていただくのも今日めちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴はここに V が書いてあったり、この歌詞の上にこう点が書いてあるでしょ。あとこうなんか上にくるっと囲ってるやつ。これね、言葉のリズムがわかるんですよ。今日この曲ね、めちゃくちゃ言葉のリズム、奥深いですからね。やっていきましょうか。せーの。うん、何億光年、うん、これ V の字は休符なんですよ。一泊置いてから始まります。うん、輝く星にも寿命があると、あるとのところも早く言って、教えてくれたのはあなたです。このね、点でリズムを測ってください。これめちゃくちゃ有効です。あとは歌詞カードには出てこない、これ伸ばすところが、タイミングが分かったり、ワンブロックに対しての歌詞の位置関係もかなりヒントが多くなってます。これガズクラブで入っていただいて、ガズのデジタルデータでこの手書きノートをゲットしていただくのも今日かなり有効ですんでね、ぜひご活用いただければというふうに思うんですけど、お時間ある方はこの通りにノートに書いていただくといいと思います。まずはイントロから A メロ B メロ一時停止で書いていってください。ちょっとここ読みづらくなっちゃった。はいはい、そして C メロというふうにガズが言ってるところですね。ここタタタタタ、これねかっこいいバージョンでこうカッティングで決めていくリズムが登場しますからね、覚悟しておいてください。かっこいいバージョンでは、はいはい、こうやって映していきまーす。ここもタタタタとかいろいろ書いてある、かっこいいバージョンですね。こっちもね、はいはい、OK ですか。で、こんな感じで、ここでですね、また2拍が入ってくる。これかっこいいバージョンではね、ここ決めが入ってきますからね。はい、一瞬止まって、で、最後、英語の応酬です。皆さん、ここ英語ですよ。Thank you for your kindness。ここ、かっこよく歌っていきましょう。歌詞がいっぱいです。はい、で、さよならの代わりに、さよならの代わりに、はい、最後、連呼して、もう畳みかけて終わる。こんな感じでドラマティックに行きましょう。はい。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。まずね、赤く囲ってるコードはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで隠しておいて、今映ってるこのね、8個のコードで今でやりましたと。シンプル簡単バージョン。言っていきます。C と Am と C7、F、Dm、G7、E7、Em7。入門コード8個でございます。はい、これ入門コードって今言ったけど、ガズレレ必須コード。これのね、仲間なんです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。その10個はあるのかと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードなんて超簡単だけど、10個いっぺんに覚えようとするとめちゃくちゃごちゃごちゃに頭がなっちゃうんで、そこで私が皆さんにめちゃくちゃ役立つめちゃくちゃいい動画を撮ってます。説明している動画です。概要欄に貼っとくんで、ぜひその動画をチェックして10個のコードを覚えちゃってください。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうというふうに思うんですけど、その前にですね、やっぱり歌ですね。何億光年、この歌のメロディーがね、独特の難しさがあるんですよ。何億光年輝く星にも、この微妙なライン分かります？こういうね、12音階で黒い鍵盤の音みたいなのが結構ね、入ってくると言いますかですね。なかなかこれはよく聞いてくださいね。で、歌はね、難しいですよ。最初のうちは音低いんですけど、Last song for you, last song for you, 約束なしとかだんだん高くなってきてですね、あなたのぬくもりとかすごい高くなります。このね、このレンジって言うんですけど、低い音から高い音まで、気持ちよくこう歌えるとすごいいいと思うんですけど、まあ、しっかり聞き込んで、これ、ね、聞いてるとやると上手がいいで、聞いてるとね、結構簡単に聞こえるんですけど、歌うと結構かなり来てますから。そこ楽しんでください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンではコードが3つ追加です。C メジャー7。これ簡単。1弦の2フレットだけです。これいいでしょ？これは初心者でもすぐできること。これはバッチリ。で、もう一個、はい。F メジャー7。これがまたね、難しいというか大変というか慣れが必要。5フレット。3弦と4弦の5フレットです。こうやって押さえるのをおすすめしてます。はい。人差し指浮かしとくと、なんかね、こっち5フレットって結構距離があるから、戻るときにね、結構精神的に助かるんですよ。人差し指で押さえちゃうと、なんかえらい戻る感じがするんですけど、こうやってやっとくと、こう行きやすいっていうのはありますね。で、今回 C メジャー7と F メジャー7行ったり来たりが多いんで、これやって、これやってみたいな。まあ、
ちょっとバタバタしますけどね。はい、このゴフレットまでの距離が結構あるんで、これパッといけるように、トレーニングしていきましょう。FM ジャズ。あともう一個イントロで、とっても響きのいい、なかなか珍しいコードが出てきます。G!AUG! オーギュメントと呼びます。どこをどうやって押さえるかというと、こことここです。押さえづらいですよ。こう。1弦の2フレット、3弦の3フレット、4弦の3フレットです。こうです。なんとも不思議なコードの響き。これがイントロで登場します。はい、このコードを使ってやっていきましょうと。はい、じゃあ今日出てくるリズムなんですけど、今日は、この3つの弾き方ですね。ドン、ガズペジオと16ビートのチャト、カッティングが登場しますと。まあ、ゆったりなんですけど、奥が深い、リズムもかなり奥が深いことになってます。今映ってるこの3つの弾き方、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという、URL の先に行くと、今映ってるこのリズムのね、濃厚解説動画がアップロードされてますね。動画で見てね、ちょっと研究してみてください。ちょっとじゃあ今からざっと解説していきますけれども、前半のね、イントロから A メロはガズペジオでいきます。ガズペジオっていうのはこういうリズムですね。じゃあ C メジャー7を押さえて、こういうリズムです。ちょっとピアノっぽいイメージ。これはね、結構ガズレでもよく頻繁に登場するリズムなんですけど、これで今日淡々と弾いていこうと思うんですけど、さっきも言ったけど、ちょっとね、G、AUG でというコードが出てくるんで、ちょっとそのやってみましょうか。イントロやります。せーの。F メジャー7遠いよ。またここで F メジャー7で D マイナー、 G7 で2拍弾いて、ここいい響きでしょ。これ G オーギュメント、パッと押さえるの。 G7 からちょっと押さえるの難しい、慣れが必要。ちょっとガズの手の動き見てて、ちょっと流す感じ、こうぬるんと動かす感じ、伸ばして、でここから歌に入っていきます。何億光年、この歌のメロディー要注意ですね。ここから淡々と弾いていって、コードが C メジャー7と F メジャー7に変わってくるんで、これ歌いながら F メジャー7でここパッとこうフレット行くのね、ちょっと慣れが必要ですけど、ガズさんも慣れてるから結構パッと行くようになりますね。はい、そして B メロ Last Song for You から16ビートのチャ、こっちもどっしりゆったりした16ビートのチャがいいんですね。 Last Song for You、ゆったりドーンとパカッと、ガチャガチャ弾く感じじゃないです。ふんわりね、行きたい16ビートですね。約束なしのお別れです。次溜める、ラッソンフォイ、この溜めるところとかかっこいいですよね。ここもね、すごく渋いなと思いました。はい、でその後 C メロ、あなたの覚えるて、ここでカッティングのリズムが登場します。これが今日一番難しい。やってみましょう。あなたの、燃えるで、タダッツタダッツタ、あなたの、タダッツタダ、これですね。まずじゃあ Am、F で、タダチョク、タダチョク、タダ、これカッティングです。カッカッタダ、カッカッタダ、カッカッタダ、カッカ。はい。このカカっていうのカッティング、弦触ってるだけで右手は弾く。これで1点ですね。あなたの燃えるて、どっちに、あなたの次、口づけ、口づけ、だん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 、チャパパパパパ。はい。D マイナーで、ダー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 、チャパパパパパ。こんな感じです。チャ、タッツタタタって書いてあるの、最初一回チャを弾いといて、チャパパパパ。はい。で、あなたのぬくもり。ここからまた雄大な16ビートのチャで、ずっと流れていく感じでございます。はい。ここがね、このカッティングのね、フレーズがね、リズムのノリがちょっとね、やっぱ変わるから、速くなっちゃったり、ゆっくりなっちゃったり、ここ難しいかもしれないですね。この切り替えが、難しいかもね。ちょっと B メロからの最後からやってみましょう。今度はいつと言えません。あなたの、この感じで、ね、流れるように言ってくださいという感じでございます。あ、ちょっと戻って A メロから B メロに行くところ、ガズペジオから16ビートのチャに行くところも、ちょっとその辺、切り替えのところをなんか雰囲気で変えたいですよね。ちょっとじゃあ A メロの後半からやっていきましょうか。季節ごとに咲く一輪の花に無限の命、知らせてくれたのもあなたでした。そう、こんな感じでだんだんね、
A メロの最後の方からも16ビートのチャが始まってきて、こう、かぶさってくるみたいな感じでできるとかっこいいかなというふうに思いますね。はい。そしてちょっと話は戻りまして、まあ、C メロ、あなたの燃える手、あなたの口づけ、あなたのぬくもりって、最後、後ろ姿見ないでくださいの後に決めが入ります。ここはちょっと特殊な決め、やりましょう。後ろ姿見ないでください。はい、ここ F で2回。1、2、ここ D マイナー、D マイナー、ダンダダ。これです。今どうやったかというと、F でまず2拍。ダンダカタカタ、ドーツタツトダダ。今 F の、F で2拍やったでしょ。で、この後、D マイナー、E マイナー7、F、G7 でダダ。ここだけやります。せーの。わかった？ D マイナー、E マイナー7、F、G7。はい。Thank you for your kind. はい、ここちょっと難しいでしょ。ちょっと8ビートっぽいような感じなんですけど、もう一回、見ないでください。1、2、ドンスタンスドンダダ。はい。Thank you for... わかる？でででででで。はい。D マイナー、E マイナー7、F、G7。止める。Thank you for... ここがちょっと一番今日は、決めとしては大きい決めかなと。で、最後は、もう気持ちよく16ビートのチャってゆったり。この16ビートのチャをゆったり弾くっていうのも皆さんもご存知でしょうけど、これね、簡単そうに聞こえて難しいんですよ。Thank you for your kindness. Thank you for your tenderness. Thank you for your smile. Thank you for your... しかもここ英語だしね。この英語もなかなかね、早口なんでですね、これはもうしっかりその気になって、ちょっとやってみてください。で、最後、さよならの代わりにで終わっていくという。いやー、シンプルなんですけど、もうね、リズム、ゆったりリズムをずっとキープするっていうのも難しいと思いますし、歌のメロディーと、これ英語とか、言葉の、速さとか、あと言葉のタイミング、なかなかこれはね、深いですよ。でもね、それに、やる価値はあると思います。そんだけ一回自分のものになっちゃうと、すごくこう、いいですよ。ぜひ皆さんこれじっくり時間かけてものにして、でもじっくり聞か、時間かけても今歌いたい時期だもんね。もうちょっと猛烈に練習していきましょうよ。あとやっぱりこの歌詞の持つエネルギー、メッセージ、そして山口百恵さんのあのムード、こういうのをガツッと一つにして、この、なんていうの、春の、出会いと別れの季節、これさよならの向こう側だから向こう側を見ながらも、この悲しみと、出会い、こんなのをちょっと感じながら、歌っていきましょう。さあ、それではやっていきます。山口百恵さんのさよならの向こう側、ガゼレレ流かっこいいバージョン、やってみる燃える手
ろ。山口百恵さんのさよならの向こう側、風で出るかっこいいバージョンやってみた。これはかなり来た。かなり来たです。気持ちがいいというか、もう本当熱い曲。ぜひ皆さん熱唱でやっていきましょう。さあ、今日使ってたこの G ラボなんですけど、G ラボ祭りっていうのがね、今行われてる期間中なんですよ。2月、3月、4月、5月です。はい。ちょっとね、めちゃくちゃいい、お知らせもありますんで、この辺のニュース、概要欄に貼っときますから、ね、ぜひ見てみてください。はい、重ね重ね。GGD、ガズがいいこと言ってる SA 本、主婦の友から4月に発売予約、こっちもね、お願いします。概要欄にね、こっちも詳細貼ってますからね、よろしくお願いいたします。お知らせです。はい。こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していたこっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分がこれそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売していますんで、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですんで、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていてください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。